Burun burun gitti. Atıp öleceğim. Öleceğim. Gömen ne? Oy. Oy. なんかね、恥ずかしいんですよね、こういう先生のサイン入りでもいいの、私の心は先生のものだから、あれあれダメだよ、先生はタキちゃんに言ってるタキちゃんとはライバルよまるでってことは見てください、見てないものもいいですよね、はい、見に来てくれた皆さんへ、私たち5人は元気一番、食欲一番で頑張ってます今年の夏の一番の思い出になれたらいいなと思ってます。1、2、3、ごめんなさい。君は確か、うん、そのぐらいテレビ入ったの、はい、あのテレビずっとやってたせいかね、リアルにすんのにさっき語尾は消える癖だ。うわー、みやこちゃんったらいいんだ、いいんだ、うん、OK、 はい、座った、はい、うわー、みやこちゃんったらいいんだ、いいんだ、一回ね、こういうのあったな、あれ、面白かったな、一回美人みたいな、ただ向こうで雑魚だけにしかしないときはグッと戻すね。どうしても手と足が一緒になっちゃうね。ねこれやるときはこれ帰ってきてから手と足が一緒になっちゃう。ただのノム。初めての舞台でとっても緊張していますが、楽しんでもらえるような舞台に仕上がっていると思いますのでどうぞ見てください。地球が大変なことに。見て、太陽に黒点が現れているわ、ね、あ、ちょっと、ね、もしも今までかじったら、その後また苦しそうに一回戻してくれば大丈夫だから今どうしようかと思ってはい、OK さあ、早く銀髄賞を渡せお前はタキシード仮面様クイーンベリーすいません、申し訳ます。そうだね、これはっきりとって、はい、初めてのミュージカルで初めて舞台に立った感想は、やっぱり初めは緊張しましたけど、その反面すごく快感を覚えました。やばいでもすごく頑張ってます今、誠のみんな早く変身して手が遠心になってる。セリフだけ、はい、みんな早く変身して、変身してもっと変身して変身してしてもう一回、はい、みんな早く変身して OK。 まず何乗ろうか。みなこ、あんまり怖いのは嫌だな。じゃあメリーゴーランドはどう。盛り上がってる盛り上がってる、あの二人誠ちゃん、出てきなさい。私たちの後をつけてたことぐらいずっと分かってたわよ。やだ、バレちゃってる。私たち、あ、OK、いいよ、いいよ、OK、 あ、よし、こうだな、こうやるんだ、これでもそうだ、で、最初から教えてたことなんて分かってたのよ。それが弱いんですよね。そうだ、絵が弱いだから、分かってたのよね。出てきなさい、絵です。めいちゃん、まこちゃん、あんた出てきなさい。え、私たちの後で。やだ、バレちゃう。たくさんのお客さん来ていただいてどうもありがとうございました。舞台上がって見た感想は、なんて言いますかね。小さいお子さんがたくさん来てくれてて、すごい嬉しかったし、また、もしまたやるとしたら見に来てほしいなと思います。憎みます、憎みます、ゆっくり憎みます
憎みます。グッと押して。憎みます。世界を破滅に導くような考えを私は憎みます。いいえ、そのような心を持つ人を哀れに思います。うん、憎みますっていうとさ、すごく嫌な女なんだよね。そこは憎みは丁寧に言って、憎みます、意思を表へ伝えよう伝えようと思って。見に来る子たちはセーラームーンファンが多いと思うんだけど、ちょっとそのセーラームーンのね、美味しいところだけを詰め込んだっていう、結構すごい絶対みんな楽しめるものになると思うから、本当にあの頑張ってくださいすごい楽しみにしてます。早くみんなが衣装着てなんかかっこいい舞台の上にいるとこは本当はすごい早く見たいんだけど、頑張ってください。はい、頑張ります。お前ら近づくんじゃねえよ。なんだよ、別にいいじゃん。お前らコミック、あ、ずるい、ジャヤ先生の足怖いから。お前らコミック持ってるか、お前。持ってるよ、4巻持ってるもん、私。持ってるか、何だろうね。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。全国のセーラームーンファンの皆さんへ、私もミュージカルは初めてなんですけど、みんなセーラー戦士の皆さんも一人一人役になりきって頑張ってますので、応援してください。頑張るぞ、オー負けないぞ、オー来るなら来い、集中行くべ、ゴー、行かれますか、行かれますか。気合入ったね、本当にね。ちょっと気合入りすぎる。頑張ります、イエイイエイ。行くぞ、マジサービスの出番。この世に住む人々に他人を憎む心がある限り、
クインベリル様はそのエナジーをかき集め、何度でも蘇る。そして我ら悪の洗脳もクインベイル様によって再び命を与えられ、ここに新たに暗黒の世界を築くために集結した。私は不滅のクインベリルだ。クインベリル、あ、クインサイト、サイサイト、エフライト、ジェダイト。やだやだ、みんな蘇っちゃったの。そんなのやだ。セーラー服美少女戦士たちを襲え。ドーパワー。セーラームーン、聞くがよい。お前たちセーラー服美少女戦士はかつて我がダークキングダムの世界征服の望みを打ち砕いた。お前たちは憎き相手、必ず皆殺しにしてやる。我らはこの世の中を自由に操れる。銀髄章を手に入れて全世界、いや全宇宙を暗黒の闇で支配してみせる。やよ。せっかく平和が戻っていたのに。もしこれが夢なら、こんな恐ろしい夢は二度と嫌。早く夢から覚めて。大変だわ。どうしよう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 。大変だわ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 。どうしよう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 。アルテミス、アルテミス、どこにいるの。あ、急いで出てきてちょうだい。おはよう、ルナ。あ、アルテミス、そんなところで何のんびりしてんのよ。朝目、ルナこそそんなに慌ててどうしたんだい。それが大変なのよ。クインベリルと四天王が蘇ったの。なんだって。ウサギちゃんの夢の中に現れたのよ。そいつは大変だ。ウサギちゃんの予知能力は絶対だからな。そうよ、早くみんなに知らせなくちゃ。急いで。よし、ルーナ、こっちだ。だから円の面積は倍あるでしょ。ダメだから。ダメね。レイちゃんはどれにする？私って可愛いでしょ。だから何を着ても似合うと思うの。あら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 。あら、うさぎちゃん遅かったわね。ねえねえねえ、うさぎちゃんはどんな水着買うの？私たち迷ってるの。うさぎちゃんは胸がちっちゃいから子供こんなにいた方がいいかもな。もうはぁはぁって寝ぼけてないで、はっきりしなさい。そうだ、大変大変なのよ。クインベリルと四天王が復活したの、蘇ったのよ。なんだって、どこに、いつ。ね、昨夜のね、私の夢の中によ。夢の中？なんだ。また宿題やってるうちに竜頭としてありもしない変な夢でも見たんでしょ。そっから。そうだね、クインベリルはちゃんと役をつけて消滅したんだもんね。昨夜見たのは、単なる夢よね。春菜先生。先生も水着買いに来たんですか。そうよ。そうだわ。ねえ、この夏休みにみんなで海水浴に行かない？先生も一緒に？もちろん。うわー、素敵。みんなで海水浴
のティーンエイジのイケイケで、みんなで焼けた花比べるのティーンエイジのひと夏に、夏をしましょう CCC制服塗りでパートね、たちのエナジーを奪う妖魔は許せない。タキシード仮面様、真っ赤なバラは熱い心のつぶて、君の胸に届けよミラクルテレパシー。ああ、素敵なお姿、バラの香りは遠い記憶の秘密、思い出さ
せてあげる、あの日のデスティニー。何かしら知ってるわ、この香りなぜなの、きっとどこかで。乱れ飛ぶ花びらでも縛ってしまう悪の魔力。何これ痺れる硬くなな醜さを変えてしまう。戦いが始まるんだよ。タキシード仮面様。ダメだこりゃ。そんなことないわ。ウサギちゃん、思い出すのよ。タキシード仮面がエンディミオンであった頃のことを。エンディミオン様？そうよ。遠い遠い昔、あの人は若くて強い地球国の王子エンディミオンだった。そしてウサギちゃんは月の王国のプリンセスセレニティ。セレニティは月のお城で、青く美しい地球の木々や風に憧れ、よく地球を眺めていたわ。そして素敵な恋を見つけた。まだ月と地球の人たちが仲良しだった頃の遥か昔のお話。あの頃はあの四天王さえも王子エンディミオンを守る地球の優しい男たちだった。そして彼らも月の女性たちと恋していた。何もかも平和で美しく、何もかもが懐かしい。二度と帰ることのできない遠い遠い昔の思い出、素敵な恋の日々。プリンセス・セレニティ。エンディミオン様。ダンスの渦の中、あなたを見たあの夜、心に決めたこと、それを今夜こそ伝えたい。耳持ってに恋を乗せて踊ろう、踊りましょう、ララララ朝まで。
セレニティ、エンディミオン、大変です大変です、クイーンベリルが、クイーンベリルが地球の人たちを操り扇動して月に攻めてきました。何、我々が地球を留守にした間に。はい、すでに地球はクイーンベリルの手に落ちてしまいました。その上クイーンベリルは全宇宙を支配するためにこの月の王国にある無限のパワーを持つ銀髄石を奪おうと攻めてきたんです。銀髄石を奪われ悪用されたら全宇宙が永遠の闇に覆われてしまいます。よし、わかった、みんな奴らを迎え撃て。はい。一体どうしたんだ、早くクイーンベリルの野望を打ち砕くんだ。チラッと、ね、フライト、大サーク、クイーンベリル、何をするんだお前たち。分かった分かったわ、この4人はもうクイーンベリルに支配されているのよ。なんだって、まさか。この通り、もはやお前たちは私に逆らうことはできない。ウサギちゃんどこへ行っちゃったのかしら。ウサギちゃん、やっと見つけたと思ったらまた急にいなくなっちゃうんだから。でも月の王国のことを思い出してくれたのは間違いないわよね。確かにエンディミオン様って言ってたもの。エンディミオンとのことを思い出したのは確かだけど、クイーンベリルたちに月の王国を滅ぼされたことはちゃんと思い出してくれたかな。あの調子じゃまだクイーンベリルたちの復活を単なる夢だと思ってるんじゃないかな。そうよね、今一つ頼りないものがあるわよね、うん、ウサギちゃんって楽しいことは必ず覚えてるけど嫌なことは全部忘れちゃうんだ。そう、夏休みの宿題なんか全部忘れていっつも後回しだしね。それで最後になって大慌てするんだ。うん、それはそうと、あの水着売り場で一体何があったのかしら。ひどい荒らされようだったけれど、うん、嫌な予感がするな。クイーンベリルたちが蘇ったことと何か関係があるかもしれない。他の4人にも早くそのことを知らせなくちゃ。知らないまま油断していると危険だわ。うん、とにかくみんなを集めて対策を考えないと。そうしよう、急いで。ヨウマめ、逃げ足だけは早いんだから。でもデパートにヨウマが現れるなんて何か不吉な予感がするわね。そうよ、海に遊びに行ってる場合じゃないわね。そんなのつまんない。ウサギちゃん、どこに行ってたの、心配してたのよ。つまんないつまんない、ねえ海行こうよ。ダメよ、ヨウマが現れたのにのんびり海になんか遊びに行けないわ。海に泳ぎに行きたいよ。美奈子ちゃんが憧れてるっていう斉藤先輩か。だったら好きだって告白するべきよ。そんなことできるわけないじゃない。できるできる、1、2、3。ごめんなさい。君は確か芝公園中学の愛の美奈子さん。え、私の名前ご存知なんですか。もちろんさ、うちの高校じゃ君のことは評判なんだ。え、芝
芝公園中学の生徒の中で君が一番可愛いってね。うそ。君のこと好きだってやつたくさんいるんだろうね。はい。あ、いや、そんな、とんでもない、とんでも。じゃあ君が好きな人は。私の好きな人、私の好きな人はたった一人。私の初めての恋、それは若葉の春、並木道で初めてあの人を見た時は、胸の奥がキュンとなって、思わず立ちすくみ見送ったわ。小麦色に焼けた夏に月面宙返り見せてくれ、思い出の並木道で秋の日浴びながら見つめ合った。それでもそれでもあの人は何にも言ってはくれなかった。こんなにこんなに好きなのに、卒業してった私の初恋。はあ、ねえ、その初恋の相手ってもしかして。斉藤先輩です。感激だな。実はね、僕もあの並木道で出会ってからずっと君のことが好きだったんだ。本当ですか？ねえ、これから遊園地に遊びに行かないか。はい。あ、でも体操部の練習大丈夫なんですか？インターハイもうすぐなんでしょ？君とデートできたら明日からは今までの10倍練習したって苦しくないよ。わかりました。じゃあ今日だけは二人で楽しく。うん、行こう。はい。うーわー、美奈子ちゃんったらいいんだいいんだ。ねえ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 、あの二人どうなるか後をつけてみようよ。賛成。他人の恋探るの私大好き。遊園地レッツゴー。あさあ、着いたぞ。まず何に乗ろうか。あ、美奈子、あんまり怖いのは嫌だな。うん、じゃ あメリーゴーランドはどう？盛り上がってる盛り上がってる。あの二人、完璧なツーショットです。アミちゃん、レイちゃん、マコちゃん、出てきなさい。私たちの後をつけてたことぐらいずっと分かってたわよ。やだ、バレちゃってる。私たち悪気なんてついてきたんじゃないのよ。あ、そうよ。学校で噂話にして面白おかしく喋りたかっただけなのよ。余計なこと言うな。あら、ウサギちゃんは？もうしょうがないな、また迷子になっちゃった。困った子ね。そうだ、僕の体操部の仲間を紹介するよ。みんな来てくれ。おう。僕は高校生 A、 炎のような君が好き、パッションフルーツレイちゃん。感激。僕は高校生 B、 頭脳明晰君が好き、 IQ いくつ？アミちゃん。300。僕は高校生 C、 スカッと強い君が好き、頼りにしちゃおまことちゃん。あちゃー。あら、私だけ一人なの？はーい。あー、決まったね、ベスト4カップル、絵になる組み合わせは相性もいいってこと、また組み合いだろう、ベスト4カップル、みんなで盛り上がる。
シュデート街へ繰り出そうよ最強のカップル軍団で大人たちも眩しげに振り返るよ恋人ってわけじゃないハートマークはこれからだけど恋愛未満のフレッシュデートもっと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 楽しもうよ最強のカップル軍団で最強のカップル軍団で Yeah! そうだあっちに星占いの館があるんだ星占いそう恋の星占いをやってくれるところなんだ素敵楽しいぞ行ってみようぜ行こうぜいいもんいいもん私なんかどうせみそかすだもんないなお団子頭あ、マモちゃん何してんの遊園地で一人で遊ぶの別にいいだろう一人だってそれよりお団子頭こそこんなところに一人で何してんだまたみんなとはぐれて泣いてるのか泣いてなんかいないもんマモちゃん何を泣いてたんだいねうさこ海へ行きたいの海かよし今度僕が連れてってあげるよえ本当うん僕の知ってるところでねでっかい夕日が沈むオレンジ色の海があるんだうわー素敵ねいついつまあうさこが夏休みの宿題を全部終わらせてからってことにしようかなそれじゃ夏休みが終わっちゃうじゃないもともと連れてってくれる気なんかないじゃないマモちゃんの意地悪おい待てようさこ本当に連れて行ってあげるってばルナみんな見つかった人が多すぎてわからないわまったく女の子って気まぐれだよな海に行くって言ってたのがいきなり遊園地だものでも仕方ないわ楽しいはずの夏休みですものルナ青い海白い砂浜ボーイフレンドと遊園地でデートみんなに思いっきり楽しい夏休みを過ごさせてあげたい何を言ってるんだいルナ分かってる今がそんな場合じゃないことは分かってるわでもねみんなをまたクイーンベリルとの危険な戦いに向かわせるのは本当に辛いわ全くルナはやっぱり女の子だなすぐ感傷的になっちゃうんだからごめんねアルテミスでもね女の子ってあなたが考えているほど単純じゃないのよあのね男の子諸君一言聞きたいことがあるはいはい、なんでしょう女らしいってどんならしさフリフリドレスにいたジロフェイスお料理上手でお掃除大好きケーキに目がないおしゃべりきりがない負けそうな議論はうー涙でちょん
だなんて思ってるとしたらとんでもないわよ。100年古いよ。女の子と男の子たった一つの違いはね、染色体の数だけよ。なるほど。そしてね、男の子諸君、聞いておきたいことがある。はいはい、なんでしょう。めめしい人ってどんな人？センチメンタル気まぐれ殺す、優柔不断で上目でムジムジ、泣き虫弱虫、打ち待った困った、遅刻に長電話、やけ食い振ってね、だなんて人だというのなら、めめしいって言葉なくしてほしいね。女の子と男の子絶対的な違いはね、染色体の数だけよ。わかったよ。気まぐれなんて言ってごめんね。さあ早くみんなを探すんだ。クイーンベリルのマロテが迫ってる。そうね、急がないとみんなが危険だわ。願い、愛は素敵な白魔術、星占いの館へようこそ。私が皆さんの恋を星座に託して占ってあげましょう。なんだかドキドキしちゃう。汝、もしも恨み憎む相手がいて、そのものを殺したいと思うなら、真夜中に大時計の針を13時に合わせ、その動きを止める。そしてダークダークと二度つぶやき、相手を呪う。なんか変よ。これは恋の占いじゃないわ。人を殺す恐ろしい呪文よ。私は不滅のクイーンベリル。人間に他人を憎む心がある限り、私は何度でも蘇る。何時、もし相手を思いのままに操りたいのなら、怨念の人形を作り燃やし尽くせ。さすれば肉体も霊魂も身動きが取れなくなるであろう。あがいてももがいても無駄だ。お前たちはもはや我らがクイーンベリル様の思うがままだ。斉藤君、あなたは斉藤君、逆さに読めば君斉藤、俺は君斉藤、ラッキングダムの四天王君斉藤だ。同じく君斉藤様を永遠にお慕いしている。ソイ斉藤、昔は十番中学の女生徒、大阪なるちゃんって子を夢中にさせてチョコパフェを一緒に食べたいって言わせたこともある。レフライト、そして数々の失敗で闇に葬られた恨みのジェダイトだ。四天王、この者どもから銀髄賞を奪え。はっ、いえ美奈子、銀髄賞を奪う名前か。お前か、お前か、エリック。
やめろ。無抵抗に女の子を一撃なんて許せない。月のウサギ、この者どもの命を助けたければ素直に銀髄賞を渡すのだ。それは銀髄賞だけは渡しちゃダメよ。邪魔する者はみんなこうなるのだ。さあ早く銀髄賞を渡せ。お前はタキシード仮面様。クインベリル、やはり証拠にもなく蘇っていたのだな。お前たちの醜い欲望を打ち砕いてやる。タキシード仮面、邪魔するな。誰軍団。タキシード仮面を連れて行け。はっ、タキシード仮面様。セーラー戦士たち、タキシード仮面を返してほしければダークキングダムの城にやってこい。銀髄賞を持ってな。タキシード仮面様。ルナ、アルテミス、大丈夫？僕たちのことは心配しないで。みんな、クインベリルはダークキングダムのアジト、Dポイントに復活したんだ。ウサギちゃんの見た夢は現実になったのよ。早くクインベリルを倒さないと、この地球が大変なことになるわ。地球が大変なことに？見て、太陽に黒点が現れているわ。あの黒点が太陽を覆ったら、地球は真っ暗闇になって全滅しちゃうのよ。わかったわ。広がる前に急いでやらなきゃ間に合わない。地球の終わりは見たくはないから、心を決めて戦いの時。憎しみの炎を命をかけなきゃ勝ち取れない。行きたくないけど、死にたくないけど、むごい残酷許しはしない。5人目近い光に変えて5つの心を
死にかけてる。昼は日の光、あやかしだらけ。夜は月と星があがき、人間どもの最後のあがきの様子が、我が魔力持て地球ごと黒い嵐、闇に閉じ込めて滅ぼすのは今、再びのしくじりは繰り返すまいぞ。タキシード仮面はまだ生きているのだろうな。は、かろうじて殺してはならんぞ。タキシード仮面は今でこそあの小娘どもをおびき寄せるおとりに使っているが、やつらから銀髄賞を奪った後はこの私の夫にしようと思っている男生かさず殺さず、よいな。はセーラー服美少女戦士たちを、早く銀髄賞を持ってこのダークキングダムにやってくるがいいぞ。私たちはもうここに来ているわ。何？バンビリーさんも
色の海を見せて
あげたかった。約束を守れなくてごめんね。守さん、タクシード仮面様、マモちゃん、クイーンベリル、見ろ、間もなく太陽がすべて黒点に覆われる。悪のエナジーが世界を覆い尽くそうとしているのだ。その時こそ地球は暗黒の闇に閉ざされて崩壊するのだ。黒点がどんどん太陽を追っている。終わりだわ。世界が終わる時が来た。でも銀髄章を使えば。ダメよ、銀髄章を使ったらウサギちゃんは死んじゃうのよ。ウサギちゃんのお母さんクイーンセレニティがそうだった。銀髄章を使って私たちを助けてくれた代わりに。そうでしょ。うん、でもその銀髄章のおかげでその時僕らが助かったのも事実だ。その可能性にかけるしかない。いやよ、そんな危ない賭けなんて嫌。私 D ポイントに行ってくる。無駄だ、もう僕らにはどうにもならない。全宇宙の生き物たちを憎しみと欲望と恨みを持って、そして己以外の全てのものを抹殺し世界を暗黒の闇にするのだ。女の子のほんのささやかな幸せさえも踏みにじるなんて絶対絶対に許せない。憎みます。世界を破滅に導くような考えを私は憎みます。そのような心を持つ人を哀れに思います。小賢しい。
美しい世界を夢見るお前もやがては気づくであろう。この世界が醜く汚れきっていることをな。いいえ、私は信じます。ん、愛と友情と信頼をか。この世は腐っている。だから全てを叩き潰し暗黒の闇にする。そして私は闇の王国を築くのだ。いや、悪い心なんて絶対に嫌。こうなったらこの銀髄章を使ってでも。愚か者、銀髄章の力を解放したとき、お前の命は消える。分かってる。でもそれでこの世界を助けることができるのなら、私の命だってどうなってもいいの。死ね、セーラームーン。負けないで、勇気を出して。私たちがついてるわ。私たちはいつも一緒よ。太陽の黒点がどんどん小さくなっていく。地球に光が戻ってきたんだ。ということはウサギちゃんが。そう、銀髄章の力を解放したんだ。いや、ウサギちゃん死んじゃいや。ブナ、どこ行くんだ。ブナ、
達とみんなでワイワイ言いながら、おしゃれのことや食べ物やボーイフレンドの話をする、そんな何でもないことやほんのちょっとした小さなことに喜びや幸せを見つける、そんな普通の女の子の生活に戻りたい、戻りたい。みなこちゃん、どこ、みんなどこへ消えてしまったの？これだけ探したんだ。もう諦めよう、ルナ。五人ともやれるだけのことはやったんだ。でもどうにもならないことってきっとあるんだよ。さあルナ、帰ろう。君の気持ちはよくわかるけど、でもね。え、あれを、あの月を見て。あ、ウサギちゃん、アミちゃん、レイちゃん、マコちゃん、ミナコちゃん、みんないるよ。よみがえったのよ。銀髄鳥の奇跡が起きたんだわ。愛の力が憎しみの力に勝ったのよ。Yeah.
Goodbye, goodbye.